ウェブチー始まるよーやせーのひなのんのんせーのせーのひなのんのんちーちーこんにちは、まほこです。うわがもひなです。イエーイ。ということで今回は選抜決定戦の期間中にどんなダイエットをしたかとかどんな垢抜けをしたかみたいなそういうお話を大公開しちゃいたいと思いまーす。イエーイ。選抜期間中全ての日が、まあ、審査されてる気持ちだったんで毎日が頑張ろうっていう気持ちになってダイエットは結構頑張ってたかもしれないですね。毎日が審査されてるみたいっていいですよね。すごいですね。ありがとうございます。尊敬します。うちらは垢抜けをめちゃめちゃ頑張りました。はい、はい、みんなにお裾分けしちゃおうかなっていう感じで垢抜けのお話ししたいと思います。はい、はい、せーの、レッツゴー。やってたことってありますか？実際朝食はオートミール迎えたり、朝ごはんを浅いとか夜は食べない、プロテインとか、まあ、キュウリめっちゃおすすめ。ダイエットしたいって自分でもやっぱ思ってるから、まあ、食べちゃうと罪悪感がやっぱ生まれちゃうんですよ。うん、わかる、うん、でもやっぱお腹は空いちゃうじゃないですか。自分の中での罪悪感のないキュウリとか豆腐とかゆで卵とか、うんうんうん、スープ類飲んだりとか、スープ類、あ、スープ類でもない時はもう今日は食べるぞってなって、めちゃくちゃ食べてました。あんまりダイエットっていう期間ではなくて、うん、でもやっぱり、まあ、夜は食べないとか、うん、塩抜き、うん、あんまり、うん、やりました。塩分濃いものは食べないとか、むくまないようにしてました。私は結構言ってるのかな、オートファジーっていう16時間1日で食べない時間を作るっていうダイエットを基本的に毎日してて、あまり目標を高くせずに持続できるような軽いダイエットをだんだんとレベル高くしていくっていうのをしてます。最初はほんとちっちゃなことでいいと思う。始まる前と変わったことってなんかドン、こちらです。めちゃくちゃ食べてた時期だったっていうのもあると思うんですけど、フェイスラインが特にめちゃくちゃ変わって、首の長さも違うように見えるんですよ、ね、ここが。いや、私も今ひなのちゃんの聞いて思い出したんだけど、私もマジフェイスラインが変わりました。みくちゃんさ、喋るからめっちゃ変わんの。そう、あ、みんながやるとしたらたくさん笑うとかたくさん喋るとかですね。なんか足を出したくないっていう考え方だったんですけど、なるべく足を出していこうっていう気持ちになれたのもなんか一つかなっていうふうに思います。インスタの質問箱の方で募集しましたので、そちらから読みたいと思います。そんぐらいで自分で細くなったって思いましたね。でね、その時ね筋膜ローラー使ってなかったの、うん、筋膜ローラーをしたかったんだけど、ママに欲しいって言ってもなかなか買えなかったりして、そういう時に私は使ってたものがあります。そう、水筒です。え、水筒丸だったら何でもいいかなと思って。あー、わかるかもしれない。水筒をこうやってゴロ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 やってました。私も筋膜ローラー始めたんですよ。ちょっと大きかったり旅行先持っていけなかったりとか、なかなか続けづらい、その外にいた時でも続けづらいってのがあったので、その時に私が使ってたものがこちらです。何かわかります？ラップとかの芯。ああ、そうです、サランラップの芯です。へえ、それめっちゃいい、真似しよう。筋肉質なのが結構悩んでて、筋肉質には筋膜ローラーがいいっていうのをすごい聞いて、やっぱ筋肉をほぐすとふわふわになるし、本当にそうなの？本当に自分でこう触ってイエーイ。ホテル一緒に泊まったんですけど、ご飯食べるときにベッドの上で足広げてご飯食べてて、ね、私ね足広げてるのが一番楽なの。マジで180度本当に綺麗でこう伸ばしてるのが本当に気持ちいいんですよね。だから、まあ、自然とやってるっていうのがありますし、やっぱり柔らかい方が痩せやすいっていうのをよく聞くので、まあ、私みたいにご飯中こうやって開いてみたりとか、ここに写真出てます。私がなんか無意識にやろうって思うのが、まあ、伸ばしたいところがここなんですよ。私的にこう膝立ててここでずっとこうしながらスマホ触るっていう、うん、私もさそれと同じでシャップするじゃん、うん、なんかあんまりおごろしいとか喋りたくないんですけど座りながらこうやってやりながらこう伸ばしたいから、ここ同じところ、うんうん、こうやって立ててこうやってやってんの。へえ。シャンプーをするときは右足を立てる、左足はリンスと洗顔って決まってるんですよ。へえ。
習慣化はおすすめ。こういうところ。私正直ダイエットのために作る時間ってめんどくさいじゃん。めんどくさい。だから確かに確かに。しながらとか本当にいい。骨格何？ストレート。ストレート。ストレートです。ストレートです。ウェーブです。まず骨格ウェーブって私的には上半身には肉がつきにくくて腹が文句とかもうほんとちょっと余裕って言っちゃダメなんだけど本当に自分でも余裕だと思っててだけど下半身お尻がちょっと肉つきすぎちゃうとかそういうのがあるからこれダンスの先生とか整体の人に聞いたりするんですけど頭と首をほぐしてください。頭と首をほぐすと自然に足の方も効果が出るっていうのをすごい首回したりとか頭とか常にほぐしたりするとめちゃくちゃ痩せるのでおすすめです。どうやってほぐすの？耳の裏から髪の毛が後ろまでつながってるこの際のところを強く押して押して押して、でこれ頭痛い時にも効きますとか、ここ、本当うなじのところとか首を本当全部がマシとか見してちょっと首締まるんだけどこうめっちゃほぐすのとにかくほぐしまくったり肩の方まで全部ほぐしまくったりとかすると足もなんか自然と疲れが取れたりとかして痩せて見えたりします。なんか足細くなった気がする。すごーい。細くなったかも。早ーストレートのお二人は釣り腰になりやすい。そうだね、わかる。前ももとかを意識してほぐしたりとか、これもながらでベッドで寝る前にこうやって、そう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 、足曲げてこうやってちょっとやったりとか、そうやってスマホ触るみたいな、ほぐしてねんしょ、ほぐしてねんしょ、確かにめっちゃ思った、ほぐしてねんしょ、ほぐしてねんしょ、ほぐしてねんしょ、ほぐしてほぐしてねんしょ、ほぐしてほぐしてねんしょ、ほぐしてほぐしてねんしょ、まだまだいくよ、ぐーっと。ぐーっとほぐそう。ぐーっとほぐそう。めっちゃいい。骨格をいっぱい調べた方がいいと思う。本当に骨格で結構変わるのね。私の今日の服とかめっちゃ骨格に合うんですけど、ストレートはここが V ネックがめっちゃ似合うんですよ。そうなんですよ。ここが詰まるとね。なんかこれとか終わってんですけど、好きだから着てるんですよ。透けるのもいい。そう。でもなんかさっきも言ったようにやっぱウェーブはウエストが細い、お腹見せるコーデとかハイウエストのズボンを履くとか。ウェーブってさ鎖骨綺麗だからさ、もう存分に出してほしい。そう、もう似合う系統と自分が好きな系統ってやっぱり違うじゃないですか。私はこの服が似合うためにここを痩せるみたいな。そう、それを頑張って。確かに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 。お腹空いたらフルーツとか割と心がけるようにしていて、しかもその水分めちゃくちゃ入ってるし、なんか加糖は大丈夫って、まあ、田中みな実さんが言ってたんで、まあ、大丈夫だろうって思ってフルーツはよく取るようにしてて、むくみがなくなるみたいな、なので取ってますね。同じ甘いでも違うからね、お菓子と。そう、罪悪感。確かに確かに、ちょっと持ち上がるよね。私わかる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 、ほんとわかる。簡単ですよ、自分をいっぱい褒めるっていうところですね。別に思ってなくてもいいの、思ってなくてもいいから鏡見て今日も可愛いって声に出すとかで、耳で聞いてそうだって納得させて、でまたモチベが上がってっていい感じになるんで、すごいおすすめです。でもなんか私それずっとやってたんですね、やりすぎて自分って可愛いんだよって思っちゃって可愛いんだよ、可愛いよ、可愛いですよね。外で歩くのも嫌ぐらい自分の顔も全部が嫌すぎて、自信つけるために自分可愛い、こんなとこ可愛いじゃん、あこの角度可愛いから別に大丈夫みたいな、ポジティブ精神で言ってたら自分だけ最高だから別にダイエットしなくてもいいっていう意識になっちゃって、私今もそれでちょっと緩んでるところもあるんですけど、だからちょっと言い過ぎは控えめに。私も本当に自分を否定することがまずないかもしれないです。例えば本当にダイエットしてる自分偉いとか、絶対効果あるよとか、こうあどうせないんだって思っちゃうと、もうやってる意味がなくなっちゃうって体が思っちゃうから、あもうやってる私絶対痩せるじゃんとか、本当にそういうのが本当モチベ上がるのでおすすめです。ですです。モチベって自分からあげるんです。そうです、誰かにあげてもらうもんじゃないんです。ちょっとなんか 大事な言葉ないすぐ書いちゃうな。なんか出ますよ多分ここに。ああテロップでお願いします。なる姉さんの動画って、あと筋トレさんとか筋トレの YouTuber さんなんですけど、
やってる時に偉いよとか、やってる自分可愛いよとか、コメント欄がすごいの。私今日も頑張ってますみたいなコメントが何秒後とかにもうずっと更新されてくの。いいねつくし頑張りましょうって言われるし、で動画でも音声でのりねえさんとかのりねえさんとか言ってくれるし、もう超嬉しくって、頑張ろうとか、なんか今日も書きに行きたいってなっちゃうんで、すごいおすすめです。はい、ということでこんな感じで私たちのダイエット方法だったり垢抜け方法だったんですけど、私たちもまだここがゴールじゃないよと、はい、まだまだ次進んでいきますよ、はい、ことなんで、まだまだ可愛くなるのでね、皆さん注意しててください、注意しててください。まだ続くよ。いいですね、はい、モチベをくださいっていう質問が来ていたので、みんながモチベが上がるようなモチベ動画をお送りしたいと思います。イエーイ、めっちゃいい。何をする、誰から何を、ランク、ランクきついもんね、けどモチベ上がるね。そうだね、1分でもきついですからね。1分でも偉いもんね、みんなね。まあ、でもやってることが偉い。そうですよ、画面の前でみんなも一緒にやってください。はい、はい、じゃあ私からいきます。1分間絶対落ちません。で、私はサイドプランクをします。サイドプランクの方がきついので。そうね、よーいしょ。これね、本当にきついんですよ。で、これは本当にね、喋っていいの？大丈夫です。これはこうです。で、震える位置でずっと耐えなきゃいけない。プル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 する位置で耐える。耐えてたらもうみんな絶対、何でしたっけ、プライド、何でしたっけ、モチベ上がるんで、本当におすすめです。めっちゃきついです、正直言うと。私はさ、チアとかでさ、やってたんだけどさ、時々コーチが回ってきてこうやって、そう、本当によ。で、本当にもうこうやってやって、ここでキープ。ほんとで、一人でもこう私の時こう床に手ついちゃったりとか、ちょっと例えばふくらはぎ、ごめん、ふくらはぎがついちゃったりするとみんなやり直しみたいな、すごい。でも言うてあと10秒、やばい、めっちゃきつい、正直。やったら絶対できるから、はい、頑張ろう、自分上げてこう、ひなのターンでした。これで、これ書いてますからね、みんな書いてますからね、安心してください。ダッサー、今日だけさ、めっちゃ黄色。じゃあ1分間いきます。よーい、スタート。きつそう、つい。しかもこれギリギリだからね、ギリギリまでそれでキープしてあげてるからね。これきつい人はね、お尻の下に手入れると楽ですよ。うん、それすると、コーチに怒られてました。寝ないだんだんね、だんだん頑張っていきましょう。そうね。頑張ってー、頑張れ頑張れ。写真だわ。写真して。これ、昔さ、掛け算覚えながらやってた。すごい。でもそういうのもいいよね。うん。ながら。ながらいいね。だからこの動画を見ながら同じことするでもいいし。はい。はい。残り20秒。うん。あ、ちょっと。やばいやばい。もうお腹が来てる。これはお腹痩せ？お腹痩せですね。そう。だいぶ。あ、もっともうちょっと。あと5秒。4、3、2、1。ちゃんとやってない子は巻き戻してやるんだよ。みんな偉い偉い偉い、頑張った。私は多分2人でお腹がみんなね鍛えたと思うので、私は足をやろうと思います。お、右足30秒、左足30秒で、あの横で足パカをしたいと思います。いいですね、はい、あ、じゃあスレスレで止めてもらったら足パカ。はい。じゃあいきますよ。はい、よーい、スタート。始まりましたよ。もうちょっと後ろでやるときついらしい。なんだ、めっちゃくなっちゃう。なんかさ、これやられるとさ、あげたくなっちゃう。ヒューって。わかる？わかんないか、そうだね。どういうこと？あ、なんかさ、ここまでみたいな。ね、待って、あったかもしれない。背筋とかするときに、ここまで、ここまでみたいな。タッチするよ、みたいなね。どれだっけ、あ、マジで、あ、なに？
私に見られてんだからね、多分。もうこんだけ頑張ってんだから。4、3、2、1。これを毎日のルーティンにしてください。はい、毎日見に来てね。それ頑張りましょう。私は、そんな大前屈は65です。